故郷のザンクティンゼルに落ちた青い光。それを追って私は青い髪の少女ルリアと彼女を守る騎士のカタリナさんに出会った。怯えた様子のルリアは軍事帝国エルステの兵士に追われていた。放っておくことなんてできなかった。ルリアを守るために剣を抜いた。帝国兵相手には何とか前線できたけど、軍事用に刺激された魔物ヒドラが森を焼きながら私に襲いかかってきた。そして生死の淵をさまようほどの傷を負い、私は命の光を手放した。飛空士である父さんに憧れて、たくさん、本当にたくさんの修練を積んできた。でも帝国の操る巨大な魔物を相手に全く太刀打ちできなかった。私はここで死ぬのか。暗闇の底でそう思った矢先、体が優しい光に包まれた。ルリアの不思議な力、命のリンクのおかげで私は意識を取り戻した。この瞬間、私はルリアと一つの命を共有することになった。不思議な力が使える不思議な女の子。その青く澄んだ瞳を見ていたら、死ぬかもしれないという不安な気持ちはいつの間にかなくなってた。二人で一つの命、つまり一心同体。ルリアは私のために自分の命を使ってくれた。私は生きたいと強く願って彼女の手を取った。次の瞬間、ルリアと私は目覚める竜の鼓動を感じた。資源の竜、闇の炎の子。私たちの声に応えてくれたバハムートは圧倒的な力で巨大な魔物ヒドラをなぎ払った。その力に恐れをなした帝国はザンクティンゼルから撤退していった。もしもあの時逃げ出していたらどうなっていただろう。森に走らずルリアと出会わなかったら、私はまだザンクティンゼルにとどまっていたかもしれない。きっといろんな因果が重なって今があるんだ。これからの旅もたくさんの選択を迫られるだろう。過酷な運命が立ちはだかることもあるかもしれない。でも何が起こっても私は絶対に諦めない。後悔だけはしたくないから。